はい今回は山本太郎さんの国会発言立憲民主党と自民党は共に滅んでくださいという感動の2分間について考えてお話していきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、この山本太郎さんの発言がですねテレビの地上波で流れたんですね見られた方も多くいらっしゃるかと思いますがあの令和のね ががどどどどんどんんどん広がることを、ね、願いますし山本太郎さんというのは本当言ってることが国民のためだと、ね、完璧だと思いますし、まあ、今回のこの話っていうのもまあ多分事前に考えられたと思うんですけどもうすごいなと思いますね。あのちょっとねあの、まあ、僕何回も見たんですけど、うん、あの感動しすぎてちょっとうまく言えないんですけど。まあ、あの 言ってるところにあの皮肉っていうのも入っていて、あのものすごいと思うことがあるんですよ、でちょっとそれをあのいろんな角度からお伝えし,してみようと思うんですけど、あの山本太郎さんがですねこのようなことをおっしゃったんですよね、まあとでも言いますが、今、選挙をやらないと自民党が滅びるんですか、だったら滅んでください、立憲民主党、自民党と一緒に滅んでください。 でも、立憲は今になって補正予算と言い出してくる、その気になってくれてありがとうっていうことなんですが、このその気になってくれてありがとうっていうのが猛烈なあの嫌味なんですね。立憲民主党はやる気なんていうのはないんですよ。能登を救う気もなければ、自民と立憲でね、国民生活を全く考えてないと、ふざけんなっていうことを、あの地上波でですね、山本太郎さんのまあ大体2分ぐらいかな、まあ、全部だともっとあるんですけど、この2分ほどの、 ね、えー、考え尽くされた、まあ、話があね、えー、地上波に出たんですよね、でおそらく最近、あのリスナー様からご意見いただいてますが、あの令和を否定する意見とかあ、かなり出てるじゃないですかそ、そういうのってのは、多分この山本太郎さんがねあの取り上げられたあたりぐらい、まあ、その前後ぐらいから加速してるんじゃないかと、まあ、そう思います。 まあ、ちょっとね、えー、山本太郎さんのまあ素晴らしい。あの発言をですね、えー、まあ、何とお伝えしていいのかと思ってまあ、僕も何度も見たんですけど、まあ、ちょっとまあ思う。僕の解釈ってことね。まあ、僕はあの令和を支持してるんで、リスナー様を令和を支持してる方多いと思いますが、あのとても嬉しいですね。この山本太郎さんの発言がだいたい2分ぐらいかな。 テレビ地上波で出たんですよだからこれ多分国民がかなりあの見たり聞いたりしてると思うんですよね。でそういうのもあって、今、令和に勢いがああのものすごく、うんね、来てるということで、うん、で多分リスナー様も、まあ、僕も思うことっていうのは同じで、日本を変えられるの,ってのは山本太郎さんしかあ、まあ、いないんですよ。与野党の、ねえーまあ、議員、政党っていうのは茶番を繰り返す、だから国民のことなんて全く考えてないんですよ。国民生活も考えなければ、能登の復興も考えない。 本当にね、えー、全く機民政策しかしないっていう、ふざけてるとしか僕たちからしたら思えないわけですよね。で、この山本太郎さんの2分弱の発言がテレビに出て、おそらくあの令和が注目またされるようになって、選挙前ということで、まあ、自民党にとってみると、相当ね、えーまあ、目の上の単行部的なんで、だから SNS で令和を批判、否定する意見が多数出てくるわけですよ。まあ、自民党にととっては言われたくないところを、ね、正面から山本太郎さんが 言っていただいたと、まあ、そういったあ、まあ、状況だとまあ、僕は思いますしね、本当にテレビにね、山本太郎さんとはずっといいことをおっしゃってるんですが、その消費税を廃止、消費税を反対してるんで、えー、まあそのあのテレビのスポンサーというのは大,大手ね、大企業ですから、まあ、そこに敬遠されてテレビに出ることはないんですが、今回本当出てね、えー、まだいたい2分弱かな、最高のお話でした。でままあ、ちょっと僕なりに、えー、それを、まあ,あ 山本太郎さんの発言を、まあ、引用というかご紹介させていただこうと思うんですが、まあ、これを、まあ、見た人も多くいらっしゃると思うんで、まあ、その感想なんですがまずこの山本太郎さんの発言というのはどういうことを国民に問いかけているのかということなんですね。<laughs> 国会ででででのの茶番にに気づくチャンスなんんすすよ実際にここの中でおっっしゃったんですけど まあ国会の茶番ね、ね自民党と立憲民主党はね、えー、対立しているふりをして実は同じようなことを言っていると仲間であるっていうことを、ねうん、与野党茶番ということを国民にまあ気付くままあ、あのね、えー、まあ教えていただけるまあ、そういったあところです。でこのですねやはり立憲民主党は自民党と一緒に滅んでくださいっていうのとあとでお話し,しますが。うん 日本国民の皆さん、与党も野党も茶番、奥野と0.46%の国土を守る気概のないものに、日本とあなたは守れない、本当そうですよ。あの皆さんも思ってらっしゃると思いますが、いつ、ね、その揺れが起こるかわからないこの状況の日本において、え政府、あるいはその、ねまあ、自民、え自民、立憲もですよね、国民のことを守る気がないんですよ。だって能登を救わ,救わないっていうのはそういうことじゃないですか、全くやる気がないんですよ。 やっていてできないっていうんだったら、まだね、ちょっとは違うと思いますが、山本太郎さんもそれを言ってるわけですね。全くやらないじゃないかと。うん。救う気がないじゃないか。なかこの、ね、奥野と0.46%の国土を守る気概のないものでき、気概がない、やる気がないんですよ。だから日本とあなたは守れないっていうことでね。で、 まあちょっとあの僕なりのっていう話なんで僕はいつも聞いていただいてるあのリスナー様にですねまあ感謝の限りっていうことなんで,でまあ僕はたまにあのまあ話すことがあるんですけどまあそれをですねちょっと教えていただいた方がいらっしゃって多分あのまあ令和をはじめ政治の話に詳しい方だなと思うんですが。 僕はあの、令和と共産党しかないと思ってたんですが、その多分、政治に詳しい立ー様のコメントではです、ね、共産党もなんかだめなんだみたいなことを書いていただいて、僕はあのその方の意見とか、あの普通にねあ、そうなんだろうなと思います、立ー様が書いていただいたあのコメントをです、ね、あの見て、あの僕も勉強させていただいているんで、そうなると、例えば、令和と共産しかないと思っても、共産がダメなわけじゃないですか。 そうなると令和しかあないんですよ令和だけしか国民のために、ねえー、ならないということです。でこの山本太郎さんがおっしゃってて一番わかることなんですが何がおかしいのかって言ったら岸田がノットの補正予算を組んでない時点でおかしいのもいいところじゃないですか。 1>, 1月に起きて、大体もうね、えーうん、9ヶ月、うん、とか10ヶ月してるのに、それでも能登を放置してるって、だから岸田および自民党っていうのは、この能登を救う気が一切ないんですよ、この売国政党はね。で、前もお,お伝えしましたが、多分こういったことだと僕は思います。岸田および自民党っていうのは、能登の人を救う気が一切ない。 外国の、まあ、言われるがままに、能、ま、登、あの,の人をどちらかというと、能トから追い出そうとしているで、このスマートシティ計画っていうのに、えー、なんていうのかな、ことを運ぼうとしているんですが、それに反対しているのが令和だけということです。だだから令和だけ。 山本太郎さんがおっしゃってますが、その予算をね、えー、きちんとおまあご意見されたのは令和だけで、そういったことです。でこの山本太郎さんが真剣に国民のためとか、あるいはそのあのあ米追従、その米の続国から離れていこうとする動きを、おそらく SNS で、えー、まあ自民党脱皮、えー、令和の安置っていうのが出てきて、えー、必要以上に令和を叩くっていうそのお構造だと思います。まあ sns に出てくる脱皮ですねで 山本太郎さんしかいないんですよ、だって与野党をぐる、与野党茶番の、ね、国会をしてるわけじゃないですかで、日本国民のこと、あるいはですね、えー、日本国民の,その、まあ、生活、ないしは経済を真剣に考えてる人はどこにもいないんですよ、山本太郎さんしかいない、他の政治家っていうのはまさに今だけ、金だけ、自分だけ、うん、そういうやつあの、いらねえから議員やめろって、本当、700何人いるけど、もう邪魔もいいところだって僕は思いますけどね、で、多分リスナーさんもそう思ってる方が多いんじゃないかと思います。 でこの,あの山本太郎さんがおっしゃったあの 2, 2分近くの2分弱の、まあ、ご意見をですね、まあ、ちょっと僕なりに、まあ、おっしゃったままといいますかちょっと思う、ね、ところをお話していこうと思うんですが本当にですね、一言で言うと感動する泣ける話ですよ。 冬が近づいてきてててき困っるる人を放置し野党、まあ、あるいは野党以外もっていう、まあ、と,かなということで,で、えー、国会で、えー、補正予算をつけないということで,でここからあのおっしゃるんですよね、野党を置き去りにするのかと今、選挙をしないと自民党は滅びるのかだったら滅んでくださいということを言うんですが本当にそうですよ、国民の生活も考えない人間が政治とか選挙とかふざけんなって話ですから。 でこの後に、えー、おっしゃるわけですね、能登の復旧と消費税減税、国民への給付金が日本国民への最優先事項って、本当そうです。だからこういうことを言ってくれるあの議員がいなければ、国民生活はどうにもならないわけですよ。でこれを言ってくださるのは山本太郎さんだけです。で、今度、石破に対してね、被災地で災害対処できるのは自民党だと言ったんですが、全く自民党なんて何もしないわけですよ。アメリカの言いなりね、売国政党ですから、話にならない。うん 能登の, <laughs> の,の優先順位が低いということで、え被災地の能登が困っていても、ねえー、その中で総選挙するのが、裏金自民党ってね、かこの裏金自民党とか、まあ、猫馬場自民党とか、そういった表現っていうのも、この2分間の間に、ね、えーまあ、なんていうのかな、人が分かりやすいように、聞きやすいように、きちんと考えて、まあ、おっしゃってるところが、本当に素晴らしいと思います。 能登、えー、の,の補正予算を組んだのは令和だけって山本太郎さんがおっしゃって、本当にそうでしょうね、でこの後です、立憲民主党が山本太郎さんにやる気があな,ないなら、意味のないパフォーマンスだ,だけで要求を取り下げると、だから自民と立憲というのはグルなんですよ。 自民党がやる気がないことは、あ立憲民主党もやる気がないとで、そういったことに関して意見を言うなっていうことを言ってるんで、そんなことを立憲民主党の、ねえー、やつらに言われる筋合いはないんですよ、きちんとそれを山本太郎さんが言ってたんだからこの最初の部分の、えー このね皮肉っていうか嫌味になるんですよね。立憲は今になって補正予算と言い出してくる、その気になってくれてありがとう。おめえら最初は言わなかったよなっていうことを言ってるわけですよ。今になってなんだ選挙の前だからかっていうことをきちんと山本太郎さん言ってくださってるのは本当に僕はね、あの例はしかないと思ってますしリ、リスナーさんもそう思ってる方が多くいらっしゃるんじゃないかと。で、えー、その自民党がやる気がないから意味のないパフォーマンスだから、要求を取り下げる。だから 自民党も最低ですが、立憲民主党っていうのも最低なんですよ。で、ここで、えー、山本太郎さんがおっしゃったんですね。立憲民主党は自民党とともに滅んでください。うん、いらねえって、こういう国民のことを考えない、売国政党2つ。うん、で、今になって立憲は補正予算を言い出したということで、ふざけんなって話です。で、えー、この後にとに、えーまあ、おっしゃるわけですね。国民の皆さん、与党も野党も茶番、腐った国会を突破するのは、まあ、令和と。 でこの奥の登の面積は国土の 0.46%0.46% の国土を守れないものに日本とあなたは守れない令和と一緒に変えていきましょうと、うん、完璧ですよでこの後に別に僕は紹介しないですけど石破がですねその山本太郎さんの,の意見に対して何か答えるんですけど用意されたペーパーを読んで自分で何にも考えない、うん、山本太郎さんと石破茂どっちが内閣総理大臣だと思いますけどねっていうかまあ 考えれば明らかですが、山本太郎さんと石破茂、どちらが日本国民のことを考えているか、もうね、誰がどう考えたって山本太郎さんなわけですよ。でこの石破茂って何うなんだか知りませんけど、用意されたね、えー、ペーパーを読んで話になりませんので、で山本太郎さんがあの自衛隊を出して、一気に能登、ね、えー、その復興の方にあのまに、あ、向かってくれっていうことを石破に言ったんですが、そのことに関しても石破はうやむやにしか答えな、ね、い、だから自衛隊を出す気もないんですよ。 ふざけてるのもいいところだと思いますけどね、でちょうど今、時期が迫ってるんで、まあ、令和の、ねえーまあ、か方たちが選挙に30人ぐらいは出るのかな、本当、全員通ってくれることを心の底から願ってます。でなんか僕のところにたまに書いてくる人がいるんですけど、あのなんかそ,のおそらく令和のね、あの否定的な意見を、まあまあ、受けて。 まあ信じられないって言うんですけど僕はあの令和を応援して信じてますんで。というか逆を言うと、うん、じゃあ令和を信じなくてどこを信じるんですか、うん、僕には別にその取って代わるところもないし探す気もないしねで。この山本太郎さんの国会発言っていうのも本当感動ですから。 本当、令和の、ねえーまあ、議員数拡大、えーね、議席数拡大、それをここの底から願ってます。まあ、この国会発言で,です、ね、立憲民主党と自民党は共に滅んでくださいっていうのを、えー、見た方、聞いた方あ、いらっしゃると思うんで、今もです、ねえー、かなり話題になってるんで、まあ、ちょっと僕なりに、えー、思ったことをお話し,しました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。